義人親王の闇、謎。皆さんは、桂宮義人親王をご存知でしょうか。義人親王は三笠宮隆人親王と、同妃百合子の第二男子で、現、皇室典範のもと、独身で宮家を創設した最初の皇族です。今回は義人親王の闇や謎を紐解いていきたいと思います。生い立ち。義人親王は1948年2月11日、三笠宮隆人親王の次男として生まれました。明人上皇は重慶、成人天皇は重帝にあたります。姉に近衛康子、兄に友人親王、妹に千政子、弟に高円宮典人親王がいます。義人親王の少年期は学業優秀でスポーツも得意であった、と言われています。また、ビートルズが好きでバンドを結成し、国産のスポーツカーに乗り F1 レースなどに詳しい、といった一面もあったそうです。同級生からの心ない言葉。ただ、義人親王が学習院初等科3年生の頃、同級生から、税金で生活しているくせにと心ない言葉をかけられたそうです。義人親王は同級生の発言に反論できず、深く傷つき、この日を境に変わってしまったと言われています。これはかなりショックな言葉ですね。1950年代当時は皇室や宮家の存続が危ぶまれる情勢で、三笠宮家は社会的にも財政的にも一般人同様の、質素な生活を送らざるを得ませんでした。そんな中、義人親王は、皇族としてのアイデンティティを維持するのが困難だったそうです。義人親王は学習院初等科、中等科、高等科を経て、1971年に学習院大学法学部政治学科を卒業します。その後、オーストラリア国立大学大学院に2年間留学しました。帰国後、1974年から1985年まで、NHK に嘱託で勤務したほか、オーストラリアに留学したことが起因で、日豪協会総裁に就任しました。他に日本、ニュージーランド協会など各協会の総裁を務めています。この頃の義人親王は、兄、友人親王や弟、典人親王と比較して、公の場に姿を現すことは、ごく少なかったそうです。長久寺住長を務め、三笠宮一家とも親しく接した、入江宗誠氏の日記には、しばしば義人親王の病状や体調に関する言及が見られます。義人親王は叔父の高松の宮信人親王を強く敬慕していたこと、また皇族の数がすでに減少傾向にあったことから、高松の宮の死後、大日本農会、大日本山林会、日本工芸会、日本執行協会の各総裁を受け継ぎました。とりわけ大日本農会にあっては、農事功績者の紫白綬友好賞、紅白綬友好賞、緑白綬友好賞の、記章の授与を行うなど、表彰をはじめとした各行事に臨席しました。桂宮創設と闘病。義人親王は1988年1月1日に、昭和天皇から桂宮の称号を与えられ、新たな宮家を創立します。独立して生計を営むようになりました。しかしそこで義人親王に異変が起こります。異変が起きたのは1988年5月26日。義人親王が桂宮家を創立し一人暮らしを始めて、わずか5ヶ月の頃です。高松の宮家休務官に、桂宮家休務官からうろたえた声で電話がかかってきました。桂宮家休務官は、殿下がずっと部屋から出てこられない。ノックにも返事がない、と慌てていましたが、その声に高松の宮家休務官は、何をしているんだ。ドアを蹴破ってでも入れと伝えたそうです。そして桂宮家休務官が義人親王の部屋に入った時、義人親王はベッドの脇に倒れていたそうです。前日、義人親王は転倒していたためなのか、持病の心筋症の発作か、強く頭を打っていました。その後義人親王は救急車で運ばれ、硬膜下血腫切除の緊急手術で奇跡的に一命を取り留めました。義人親王の意識が戻ったのは3ヶ月後でした。その時はもう、体の自由がほとんど効かなくなっていたようです。そこから義人親王の、26年間に及ぶ闘病生活が始まりました。義人親王は大学卒業後、NHK 嘱託職員として、10年余りサラリーマン生活を経験されました。しかし85年に辞職。これは義人親王に持病の心筋症が見つかったのが理由だったそうです。皇族ゆえに、責任ある仕事をさせてもらえぬ失望もあったようだ、という関係者もいました。さらに学習院初等科在学中に、税金で生活しているくせにと言われたショックを引きずり、ずっと皇族の立場、自身の生き方について悩んでいたそうです。
義人親王は同年11月に退院。翌、1989年初めにあった昭和天皇の崩御と、第125代昭仁天皇の戦争に伴う一連の行事は欠席したものの、リハビリテーションの会もあり、1991年11月には公務に復帰しました。以降、義人親王は身体の自由がほとんど効かなくなり、右目の視力の喪失、記憶障害、右半身の麻痺といった、後遺症を抱えつつも、宮内庁職員の世話を受けながら車椅子を使用して公務を行いました。ゆっくり療養もされず公務を続けられるのはすごいですね。2008年9月28日、義人親王は予定されていた、第63回国民体育大会の観覧出席を急遽取りやめ、敗血症の疑いで東京大学医学部附属病院に入院します。同年12月2日には、集中治療室から一般病棟に戻ることができ、リハビリも本格的に始めました。翌年の2009年3月29日、義人親王は退院して、宮邸で療養に努められました。2011年冬、唾液などが気管に入って発症する、誤嚥性肺炎が頻発したため、喉頭を塞ぐ正門閉鎖手術を、東京大学医学部附属病院で受け、同年12月30日に退院。この時の手術により発声能力を失ったそうです。皇居。2014年1月、義人親王は高熱のため東京大学医学部附属病院に1ヶ月入院します。以後は、発熱などで入退院を繰り返していました。同年6月8日午前9時過ぎ、東京大学医学部附属病院に、救急搬送されましたが、義人親王はすでに心肺停止の状況だったそうです。同日午前10時55分、義人親王は急性心不全により皇居しました。66歳でした。これにより、三笠宮孝人親王、同妃百合子夫妻の間に生まれた3人の男子全員が皇居し、男系断絶が確定しました。義人親王の皇居にあたっては、当時の内閣総理大臣金和が発表され、一般からの弔問記帳を受け付けました。同月10日から16日までの7日間で、3268人が記帳しています。同年6月17日には、父の三笠宮孝人親王が喪主、生前親交のあった一条実明氏が司祭長を務め、司祭副長には NHK 勤務時の同僚の、長谷孝彦氏がつきました。豊島が丘墓地で、義人親王の模擬が執り行われ、560人が参列しました。義人親王の墓所は豊島が丘墓地に、兄の智人親王、弟の高円宮徳人親王の墓所と並ぶように建立されました。元側近の方々によると、義人親王様の性格は、明るくざっくばらん、質素だった、と、今でもお人柄を忍ぶ声が多いそうです。桂宮という新宮家で独立したものの、義人親王は巨額の経費がかかる宮邸新築は遠慮し、最後まで東京都千代田区三番町の手狭な宮内庁分室に住み続けられました。20年近く義人親王ご自身も車椅子での闘病、リハビリの生活を強いられながら、福祉関係の公務には特に心を注がれ、障害者スポーツ大会や高齢者施設で、人々を励まし続けられました。義人親王は、髭の殿下として親しまれてきたに、智人親王のような豪快さはなかったものの、別の親しみやすい持ち味で国民と皇室の接点となり、国民に寄り添い、多くの国民から愛された生涯でした。あなたは義人親王の動画を見て、何を思いましたか？義人親王は少年期の頃は学業優秀でスポーツも得意であったそうですが、同級生からの心ない言葉をかけられてから、変わってしまったそうです。深く傷ついたと思われますが、この言葉が生涯独身でいる決め手になったのでしょうか。兄の友人親王も功績離脱を公言し騒ぎとなったことがありましたが、真面目で内気な義人親王は、ずっと抱え続け、思い悩んでいた、と言われています。また、浴びるように酒に浸っていた、という話もあるようです。闘病中の昭和天皇に義人親王が、昭和天皇に宮家創設を願い出たのは1987年の時。結婚してもいないのに、独立宮家を構えるのは異例のことでした。義人親王は40歳を機にと説明されましたが、今後も結婚はしないと意思を固めていらっしゃったのかもしれません。心臓病を抱えて結婚すべきではない。私のような辛い思いをする人間をさらに作る気になれない。皇族が結婚することは苦しむ人間を一人増やすことだから自分は結婚しない。義人親王はそう語ったこともあります。あるいは、もし親しかった女性がいたとしたら、その結婚に障害があったのか。
周囲も様々に推測しましたが真相はわかりません。さらに、義人親王は多額の経費がかかる宮邸新築も遠慮し、最後まで東京都千代田区三番町の手狭な宮内庁分室に住み続けたそうです。これもやはり少年期に言われた言葉が残っていたのでしょうか。そうであれば、相当なトラウマになっていたと思われます。ただ、生涯独身を貫かれた義人親王でしたが、実は皇居された時、お棺の側にお付きの女性の方が映ってました。この女性については千鳥ヶ淵のお屋敷の勝手口を、出入りする姿を10年ほど前にも見られていたそうです。この女性は何者だったのでしょうか。宮内庁職員ではなさそうと考えられており、内縁の方とも言われています。ただ、この女性については義人親王との関係性や詳細は謎です。また、義人親王には実は事実婚状態の、お相手女性と子供もいた?との噂があります。ネット情報によれば、お相手は、離婚経験のある一般女性で、一説には、成婚すると非殿下としての立場になるため、離婚歴がネックになる可能性を考慮して、内縁関係を選択したとの説もあるようです。ネット上では隠し子もいるとか、女性の名前を特定するような書き込みも散見されました。しかし、すべて憶測の話で、真実かどうかは闇に包まれています。皇族が結婚すれば不幸な人間が増える、という義人親王のお考えも、女性のことを考えてのことがあったのかもしれませんね。ヒゲの殿下として親しまれてきた、智人親王も、皇室はストレスの塊のようだ、とインタビューで答えたこともあり、菊のカーテンの裏側も、現代社会と同じようにストレスの多い世界なのでしょう。華やかで優雅なイメージの皇室。しかし、いろんな規範やしきたりの中で、日本国民の象徴としての公務を続ける大変さは、ご本人たちしかわかりません。また、義人親王の人生は病気との戦いの人生でもありました。異変が起きたのは1988年5月26日。桂宮家を創立し一人暮らしを始めて、わずか5ヶ月後のことでした。義人親王が倒れた原因は、前日転倒したためか、持病の心筋症の発作かは不明です。しかしその時、義人親王は頭を強打していたため、硬膜下血腫切除の緊急手術で奇跡的に一命を取り留めました。緊急手術後、義人親王は昏睡状態が続き、意識が戻られたのはなんと3ヶ月後。その後、体の自由がほとんど効かなくなり、26年間に及ぶ闘病生活の始まりでした。ちなみに、急性硬膜下血腫とは、誤って転倒すれば誰にでも起こりうる怖い症状です。頭部の強打により脳挫傷で脳から出血するもので、死亡率は極めて高いと言われています。義人親王は、当時、右顔面、右肩、腰に打撲があったという状況からも、転倒、転落などの事故があったと推測されます。義人親王は、懸命なリハビリの甲斐もあり、事故から3年後の1991年11月には公務に復帰されています。以降、右目の視力の喪失、記憶障害、右半身の麻痺といった後遺症を抱えつつも、車椅子で公務を続けておられました。身体に後遺症を抱えつつも公務をしていた。悪く言い換えると、公務をしなければならなかった。皇室の、皇族の異常さが垣間見えるような気がします。ちなみに皇族ゆえに、皇族には一般人に認められる自由がない、と言われています。例えば職業選択の自由。基本的人権の一種であり、日本国憲法第22条第1項で定められています。自由権の一つです。職業について言えば、一般国民と違って皇族には職業選択の自由はなく、勤務されるのは公益を目的とする非営利団体に限られています。また、天皇のご許可が必要であるそうです。また、皇族には戸籍がないのだそうです。戸籍がないので住民票もなく、国民健康保険証がもらえるわけでもありません。ですので、医療費はすべて自腹の10割負担となります。これも税金から捻出されるのでしょう。また、婚姻についても、皇族男子の場合は皇室会議にかけられることになっています。自由に結婚できないのは、なんとも窮屈な話ですね。そもそも皇族は、国民であるかどうかも疑わしい、という声もあります。選挙権、非選挙権がない、職業選択の自由がない、住居移転の自由がない、結婚の自由がない、などなど基本的人権が全く無視された存在なのです。このことを考えると、正直皇族の方々は人間としての自由がなさそうに思えます。だからこそ、義人親王は生涯独身を貫かれたのでしょうか。また、リハビリから退院後も公務を務められるなど、
ゆっくり療養もできないのは本当に大変だったと思います。義人親王は弟の範人親王が早くに薨去され、兄の友人親王も先に薨去されました。三笠宮家の男子が自分しか残っていない、という思いもあったからこそ、最後まで公務に励まれたのかなと思います。もしかすると、義人親王は三笠宮家の男子がご自分だけになった時には、世継ぎのことを考えられたこともあるかもしれません。しかし、やはり皇室のしがらみなどを考えると躊躇されたのかな、とも思いますが、そのあたりはどのように考えられていたのかも闇に包まれています。義人親王はご自身の生涯と戦いながら、できる限りの公務に励まれたご生涯でした。生涯独身を通された義人親王でしたが、薨去された今となっては何を思っていらっしゃったのか真実はわかりません。今はただ、ゆっくり休んでいただきたいと思います。